どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめて紹介していきたいなと思います。ということで、新年も明けましてですね、情報ね、かなり多く出回ってるっていう風になりますので、ちょっとね、動画長くなると思うんですよね。ですので、下にね、あの、目次のところに飛べるようにね、しておきますので、気になる方、そこね、あの、気になるところだけね、チェックしていただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。 まずですね、aupay プリペイドカードリニューアルで発行手数料有料化についてということで、えー、皆さんね、私の動画見てる方、持ってる方多いと思うんですけども、aupay プリペイドカードですね、こちら2024年4月頃より aupay プリペイドカードリニューアルし、決済機能やセキュリティ向上いたしますということで、えー、新しいデザインになってですね、県面デザインが変わって、裏面にカード番号を印字することで、盗み、 見られるリスク低減、IC チップとタッチ決済に対応し、今までよりカードの支払いがスムーズにということで、またね、バーチャルカード、APP 内に無料発行、いつでもインターネットショッピングをもっと便利にということで、こちらね、APP リペイドカードね、今現在はこちら無料で発行することができるんですけども、今後はね、有料っていう風になるみたいなんですよね。一応、なんかキャンペーンみたいなのがあって、 え、日頃の感謝を込めて AUP プリペイドカードで当社を定める金額を一定期間内にご利用いただいたお客様を対象に発行手数料相当の AUP 残高還元を予定しておりますということで有料化になってキャンペーンが始まって実質無料でね発行できるみたいですねはいですんでねまあそんなに心配することはないのかななんていうふうに思うんですけどもまあ正直ねこの物理カードをね私は持ち歩いてないですし正直ね経由としてしかね利用しておりませんのでまあバーチャル カードをね利用できるのであればまあそれでねチャージはできるんじゃないかななんていうふうに思いますのでまあ、こちらね一応こんなことがありますよ程度でね 頭入れといていただければなっていうところですかね。それでは次ですね。これね、私ね、楽天モバイル解約しちゃったんでね、非常に残念なんですけども、楽天カードのビザ、またね、楽天モバイル利用されている方は10、10%還元キャンペーンがね、来ておりますね。こちら、ビザタッチで利用していただくと、10%還元が受けられるということで、9%とカードご利用分1%還元ということで、エントリー必須になっております。2024年1月9日から3月31日。 一日ということで非常にね、期間を長くね、やっております。10%還元で上限は1枚につき2000円っていう風になっておりますんで、対象支払金額は2万円までの利用っていう風になりますね。で、こちらね。 物理カードではなくてね、クレジットカードのタッチ決済っていう風になりますんで、この点だけ注意しといてください。特に注意事項はね、この物理カードではない点だけ注意していただければなと思いますけれども、まあ、こちらめちゃくちゃいいですよね。楽天カードをビザで持っていて、 楽天モバイル持ってる方はですね、ぜひこちらに、ね、参戦してください。私もね、本当に先月ね、あの、解約しちゃったんですよね、楽天モバイル。非常に悔やまれますね。では次です。ピーチカードベーシックビザ、えー、未利用利用の会員様にカード更新停止するお知らせということで、これ結構びっくりしたんですけれども、 ピーチのね、クレジットカードあるみたいなんですけども、こちらをね、あの、持ってるけど利用してない方はですね、有効期限月より遡って24ヶ月以上ご利用のない一部の会員様につきましては、更新カードを発行停止させていただきますということで、一応ね、このカード出してるの三井住友カードみたいなんですよね。 今後こういった形になるのかもしれないですね。まあ、私みたいにね、クレジットカードたくさん持っていて、まあ年会期無料でね、特に三井住友カードってタッチ決済のキャンペーンとか多いんで、まあこれのエブリプラスとかね、もう結構前に作って、本当にキャンペーンの時しか利用しないみたいなカードね、まあ私もね、持ってたりするんですよね。まあ、今後こういうのはね、あの、使ってない人はね、更新カード送んないみたいな対応ももしかしたらあるかもしれないですね。これね、結構この対応ね、びっくりしたんで、今回紹介してみしょう。 紹介させていただきました。このねあのピーチのカード持っている方はですね有効期限付きより24ヶ月遡って利用ない方はねあのカード送られてこないっていうふうになりますんでね今後こういった感じになるのかもしれないですねそれでは次です、えー、こちらね smbc ファイナンスサービスということで このね、最近ね、ポイントサイトで全然聞かなくなってしまった、この AOMC カード系のね、クレジットカード、すべてね、この三井住友カードにですね、名前が変わるということで、セディナとかね、結構一時期、 あの、ポイントサイトの案件とかもね、あったクレジットカードなんです。特にね、このセディナ自由だカードとかね、昔からね、ポイントサイト利用されてる方はね、見たことあると思うんですけども、ここら辺のクレジットカードもね、全部、三井住友カードの名前にね、切り替わるみたいですね。もともと三井住友カード、まあ、この SMBC ファイナンスサービスがね、やってたみたいなんですけども、2024年4月より、下記のカードは、 え、カード名称を三井住友カードへ変更し、カード全然をリリューアルいたします。なお支払い日、支払い方法、年会費、ワクワクポイント等のクレジットカードのサービスの変更はございませんということで、まあこちらのね、対象カードを持っている方はですね、切り替わるっていうふうになりますんでね、この点注意してください。それでは次にですね、ビューカードゴールド JCB クレジットカードなんですけども、こちらね、年間利用額達成するとね、 ビューカードゴールドプラス会員様限定選べる特典っていうのはまあ、もらえるんですよね。まあ、これが決済額達成するとね、2024年今年は6月頃にね、もらえるみたいなんですけども、こちらね、なんと、プライオリティパスがね、無形、無制限ということで、プレステージ会員がですね、もらうこともできるっていう風になるんですよね。で、こちらね、 年間のご利用金額が400万円以上だとね、こちらもらえるということで、これね、すごい意外じゃないですかね。びっくりしたんですけども、この、 ビューカードって、あのビューカードでスイカのね、ビューカードなんですけども、もまさかのね、年間利用特典にプライオリティパスが入ってくるっていう風になりますんでね。一応ね、このクレジットカードはですね、あのビュースイカのゴールドカードで利用されてる方ね、非常に多いと思うんですよね。で、またね、これをそのままメインカードにしていますっていう方もね、まあ、いらっしゃると思いますので、まあ、年間400万円ね、切れれば、 まあ、こちら年会費1万1000円ぐらいかかるクレジットカードだと思うんですけれども、プライティバスもね、無制限プレステージ会員で発行することができるっていう風になりますんで、これはすごいですよね。まあ、もちろんね、まあ、ペア宿泊券とかそれ以外にもビューカードラウンジとかね、2万ポイントとかももらえるっていう風になりますんで、まあ、こっちを選ぶ方もね、 どこかにビューンでしたっけはい、そちらでもね、使えるポイントとかももらえそうなので、まあ、これをわざわざ選ばなくてもっていうのはね、あるかもしれないんですけども、一応こういったのがね、提供されるっていうふうになりますんでね、これは面白いですよね。では次ですね、LINEPay なのにビザタッチ使わないのもったいないということで、こちらね、結構すごくないですか ?LINEPay のビザタッチ決済ね、 ビザタッチ加盟線ならどこでも3%還元ということで、ビザ LINEPay プリペイドカードでビザカードタッチ決済3%還元ね、提供開始ということで、 こちらね、毎月エントリーがね、必要になっておりまして、1ヶ月のね、上限付与ポイント1000ポイントということで、毎月3 33, 万3334円とか、まあそのぐらいになると思うんですけども、それまでの決済だったら、えー、どこでも3%還元で利用することができるっていうふうになるんですよね。まあ残念ポイントとしては、マイラー的にですね、この LINE ポイントっていうのは、PayPay、まあ、ポイントとかにね、交換することはできますんで、出勤することはね、 できるんですけども、間説的に。ですけども、ポイント交換とかね、そういったことには利用できないので、あの、マイルには交換することができないんですけども、月上限1000ポイントまではですね、3%でビザタッチできるっていうふうになりますんで、これはね、私も利用したいなっていうふうに思います。エントリーが毎月必要なところはね、あの、覚えておいていただいて、毎月エントリーしていただければ、 このね、ビザタッチ33,334円ぐらいね、一、えー、月1000ポイントもらえるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。まあ私の近所のスーパーとかね、いつもね、支払い方法をね、迷うんですけども、このビザタッチだけね、あの対応しててですね、利用することできますんでね、これはちょっと使っていきたいですね。 で、特にね、注意事項っていうのはなくて、1月の10日からね、このキャンペーン始まっておりまして、先ほど言った通りね、各月エントリーが必要っていうのと、あの、ID 決済はね、対象外っていうふうになりますんで、この点は注意していただくぐらいですかね。では次です。こちらね、あの、前回も紹介したんですけども、ブログの SEO 上位の方だと思うんですけども、くれこれさんっていう方のね、 あの、キャンペーンがまた来ております。こちらね、セゾンカードインターナショナルとゴールドカードセゾン。まあ、こちらどちらもですね、こちらは年会費無料で、こちらはね、初年度年会費無料で、まあ、内容はね、一緒なんですけども、発行していただいて10万円ですね、翌々月末までにショッピング10万円以上利用していただくと、2万ポイントもらえますよということで、こちらね、利用していただく条件なんですけども、aupay のチャージだけね、こちら対象外になったんですけども、まあ、それ以外はですね、基本 的にあの対象っていう風になりますんで、よくよく月末までにね、10万円利用していただければ、2万円相当のね、ポイント返ってくるっていう風になりますんで、こちらはね、いいですよね。こちらに書いてある通り、aupay のチャージはね、昔はこのキャンペーンで良かったんですけども、今は aupay チャージでダメみたいなんで、まあそれ以外でね、利用していただければ、 10万円利用して2万円で帰ってくるっていうふうになりますんで20、20%還元キャンペーンっていうふうになりますんでね、非常に強いですよね。しかもこちら、まあ、クレジットカード決済がね、対象なので、まどこで利用していただいても、まあ、10万円使っていただければね20、20%還元になりますので、またね、貯まるポイントはどちらもね、永久不滅ポイントっていうふうになりますんで、 a いれいマイルにね、70%で交換することもできますし、50%で JAL マイルにも交換することができるっていう風になりますんで、まあ2万円相当あればですね、1万4000マイル、もしくは JAL マイルであれば1万マイルに交換することができるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃお得です。もしね、このカード券面ね、発行されてない方は、ポイントサイトよりお得っていう風になりますんでね、ぜひこちら利用していただければなと思います。 それでは次に、イディアはですね、こちらね、前回や、今ね、発行手数料実質無料キャンペーンやってますよということで、こちら紹介させていただきましたよね。で、また、ポイントサイトの案件も併用できて、こちらも概要欄に載せておきますんで、こちらでね、発行していただいて、カード発行手数料もね、あの、無料で利用、実質無料で利用することができるっていうふうになりますんで、非常にお勧めさせていただいてたんですけども、このイディアっていうのは、海外事務手数料がかかんないんですよね。ですので、非常にお勧めしてたんですけども、実際ハワイで 使使っったたらね使えなかったんですよね数箇所でですのでどうなってんねんっていう風にね思っていたわけなんですけどもどうやらねイデアの方もねこちらねあの把握してるみたいでまたね決済加盟店ね拡大したっていう風になるんですよね海外でのご利用などの制限の見直しみたいな。 まあ今まで結構制限をしてたみたいな。まあもちろんこれはね、生理用防止の一部だと思うんですけども、こちらね、利用できるところをね、拡大したっていうふうになりますんで、まあ次回ね、ニューヨークでこちらメインで使ってこようかななんていうふうに思っておりますので、海外で事務手数料はね、かからないでや、アメックスからもね、 キャッシュを経由すればね、チャージすることができるっていう風になりますんで、私はね、これメインでね、使いたいんですよね、海外の決済で。ですので、あの、気になる方はですね、このタイミングで発行していただくと、ポイントサイトの案件も取れて、こちら iOS、Android 両方ありますんで、概要欄に載せておきますんでね、こちら利用して発行して、で、またね、カード実質手数料無料で発行していただいて、今後はね、アメックスからチャージしていただいて、えー、キャッシュ経由してね、えー、利用していただければね、アメックスの 還元もね、半分取れて、またね、海外決済、事務手数料もね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、ぜひこちらね、発行しといておきましょう。 それでは次にですね、マリオットボンボイですね、とうとうナイトリアップグレードアワードね、利用することができるようになりました。前回ね、詳しくやりましたので、今回さらっといきますけども、ひとまずね、今までスイートナイトアワードっていうのは、東京エディションホテルとか、リッツカルトンとかね、利用することができなかったわけなんですけども、ナイトリアップグレードアワードにね、スイートナイトアワードが変更になって、プレミアムルーム、スイートルームね、20%ぐらいね、増量になって、またね、東京エディションとか、リッツカルトン、あとアロフトとか、 プロテア、エレメントとかね。まあ、ここら辺のホテルで利用することができるようになりましたので、保有されている方はですね、ぜひね、あの、キャンセル規定ね、確認していただいて、適当にね、リッツカルトンとかね、予約入れていただいて、利用することができるかどうか、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。やはりね、マリオットのこのね、チョイス特典の強いところはね、本当にここですよね。 これを使えばですね、リッツ・カールトンのスイートルームのね、確約で宿泊することができるかもしれないっていう風になりますんでね。これは本当にいいですね。それでは次にですね、マリオットボンボイなんですけども、なんとね、宿泊実績2倍キャンペーンが対象者限定でね、来ているっていう風になるんですよね。どうやらね、ツイッターで発信したところ、日本の方で来ているっていう方はね、いらっしゃらないみたいなんですけども、このね、オファーも おそらくね、2月ぐらいね、あの、マリオットは毎年ね、グローバルプロモーションやっておりますので、多分来るんじゃないかな。まあ、これこれと同じかどうかはちょっとわかんないですけども、まあ、来るのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、一応、アカウントはね、チェックしといてください。それでは次にヒルトンですね。ちょっと前にね、えー、紹介させていただいた長期滞在型のね、ヒルトンなんですけども、とうとうね、名前が決まりました。ニューロングステイブランド、えー、リブスマートスタジオバイヒルトンっていう名前になるみたいです。 ね。まあ、こちらね、結構前から、えー、紹介をさせていただいたんですけども、とうとうね、名前が決まって、えー、新、一番最初はね、アメリカのインディアナ州だったかな。まあ、結構ね。 都心ではなくて、郊外の方にね、できるみたいなんですけども、一応ね、20泊以上をね、想定している長期滞在者向けのね、ヒルトンが、まあ、できるっていう風になるみたいなんですよね。一応ね、こんな感じのが発表されておりますんで、あとね、ヒルトンに関しては、先日ね、あの、細かな話もさせていただきましたけども、LX ホテルズリゾーツ、ハワイがですね、こちらね、できるんですよね。で、できるっていうよりかは、まあ、トランプタワーのね、ホテル、まあ、先日、 行った時にね、私も動画出しましたけども、ハフでね、宿泊させていただいたんですよね、当時。で、それ、そのホテルがですね、なんとね、この LXR&Hotels&Resorts に、ね、なるということで、2024年の2月にですね、予約開始になるということで、来月にね、予約開始になるんですよね。で、またね、2025年になるとですね、あの、改修工事されるみたいで、まあ、LXR のね、ホテルでオープンするのは今年の2月みたいなんですけども、来年ね、工事が入るっていうふうになりますんで、まあもしね、この LXR ね、狙ってる方、ハワイのね、おそらくね、11万ポイントとかで宿泊することができるのではないかと思っておりますので、もし狙う方は、まあ2025年改修工事終わった後の方はですね、まあおそらくめちゃくちゃ綺麗なホテルで利用することができるのではないかと思いますので、一応ね、この点も覚えといてください。 それででは次にですね今ね IHG で、えっと、ポイント宿泊、ね、15%割引キャンペーンがやっているんですよね。 こちらね、本来はプラチナとダイヤモンドの方に解放されているみたいなんですけども、どうやらね、誰でも利用することができるみたいですので、もしね、IHG のポイント持ってる方はですね、ぜひね、チェックしてください。私はね、2023年までダイヤモンドステータスで、今年、開ラに落ちる予定なんですけども、私ね、普通に、あのもう開ラに期間的にはね、落ちてるんですけども、 私ね、15%オフで予約することができましたんで、こちらね、ぜひ、あの、ステータス保有されてない方もですね、ぜひチェックしてください。私ね、次のニューヨーク滞在のね、初日、この IHE でね、予約取れて、非常にお得にね、あの、利用することができたっていうふうになりますんで、i h g のね、ポイント持ってる方はですね、ぜひね、こちらね、1月の14日までっていうふうになってましたんで、まあ、おそらく日本時間で1月の15日ぐらいでね、終わってしまうと思うんですけども、あの、i h g のね、 ポイント持ってる方はチェックしていただいて。 15%オフでね、ポイント宿泊できるっていうふうになりますんで、非常にお得ですよね。それでは次にですね、ポイントサイトハピタスより、アポロステーションじゃプラチナムクレジットカードね。こちら先週ね、ポイントインカムで話したと思うんですけども、なんとね、ハピタスでも年会費実質無料のね、2万2000ポイントで案件が出ております。こちらね、伊勢みの提携のプラチナカードなんですけども、プライオリティパスね、無制限で付いているプレスセージ会員でね、利用することができます。で、またですね、年間3 300万決済できるる方は年会費免除っっってててていいいいいううねめちゃめちちゃゃ強特典がついているクレジットカードっていう風になっておりますんでもしね、年間300万突っ込める方は、プライティパスね、無料で維持することができるっていう風になりますんで、非常におすすめです。で、家族カードもね、初年度は無料なんですけども、2年目以降3300円で,ですね。プライティパス使えるね、家族カードも発行することができるね、プラチナカードっていう風になっておりますんで、で、このカードの案件は、カード発行とね、5000の利用はね、必須になっており いますのでもし利用される方はですね5000円のね利用は忘れずにあの利用していただいてこのポイントねゲットしていただければなと思いますいや非常にいいですよね私はねこちらえプラチナビジネスカードを持ってるんですけども 次の1年間ね、これでプライティパスね、あの無料で利用させていただこうと思っておりますので、もし欲しい方はですね、ぜひね、突撃してください。それでは次にですね、こちらポイントサイトポイントインカムのカムトゥークーポンなんですけども、またね、オリーブフレキシブルペイのこちらね、クレジットカードモードが、えー、こちら5000円にね、アップしております。ですので、このオリーブフレキシブルペイクレジットカードモードを発行していただいて、2つね、案件利用していただくと合計8000が取れる。またね、 オリーブのね、フレキシブルペイ、ゴールド、プラチナは年会費初年度無料で利用することができて、さらにね、紹介プログラム利用すると1000ポイントもらえるっていう風になりますんで、合計9000ね、取ることができるっていう風になるんですよね。ですので、オリーブね、持ってない方は、こちらね、めちゃくちゃおすすめです。できれば、えプラチナカードの方はね、SBI 証券の繰り返しみたでね、5%還元で利用することができるっていう風になりますんで、プラチナカードもね、初年度年会費無料なんでね、ぜひこちらね、利用していただければ、 なと思います合計8000円取れてでこちら、ね、A グループ B グループ両方とも案件利用しなきゃいけないんですけどもこの B グループの中にですねこの DMM プレミアムとか、ね、初回30日無料で200円、ね、あのもらえる案件とかねこれも全部、ね、会員登録だけで利用することができるっていうふうになりますのでこれはねめちゃくちゃお得です。 で、またね、ポイントサイト、ポイントインカムで利用されてない方は、今ね、紹介キャンペーン強化されておりますんで、新規登録していただいて、ポイント交換していただければね、アマゾンギフト券1000ももらえるっていう風になりますんで、9000円のこちらで全部で1万円分になるかな。はい、3000円の、5000円の、9000円の、アマギフ1000円っていう風になりますんで、非常にいいですよね。ぜひこちらね、利用していただければなぁと、 思います。このカムトゥークーポンはね、あの A グループと B グループね、両方案件こなせばね、このポイントがもらえるっていうふうになりますんで、これはね、めちゃくちゃいいです。こちらね、ポイントサイト、ポイントインカムのトップページなんですけども、これもね、できればやっていただきたいんですよね。ポタロウォーズっていうのが今ね、開催されております。これクリックすると、 こんな感じの画面になりまして、ちょっと私はもう参加をしてるんですけど、これに参加みたいなのがありますんで、参加をね、押してください。で、これね、1月の13日、23時59分までしか利用することができないんで、これ利用されたい方は早めにね、やってください。で、出現中を押します。 そうするとね、あのー、参加した後の出演中にね、こんな感じでね、レッズロボがたくさん出てくると思いますんで、オリーブのね、案件が、えー、っと、3万ポイントなんで、まあ、これとかだったらね、一人でも撃破できますんで、まあ、できれば3万ポイントがいいですかね。はい、これポイントが高くなっていくほど、もらえるポイントもね、増えていくんですけども、オリーブの案件はね、あの、3万ポイントっていう風になりますんで、これだったらね、こんな感じでね、あの、激破するっていうのをね、クリックしていただくと、まあ、参加する感じになるんですけども、 このさ、撃破するを押した後にえ、案件利用していただければ、で、承認がつけばね、このポイントで、このネズロボを倒せるっていう風になるんですよね。まあ、そうするとね、あの、プラスポイントもらえるっていう風になりますんで、ポイントにかむね、こういったね、あのー、ゲームみたいなのはね、ありますので、ぜひこちらね、撃破してから、このね、 案件利用していただければですね、ちょっと案件画面が今ちょっと出ないですけども、カムトゥークーポンでね、クレジットカードモードのオリーブ発行していただければ、え、プラスポイントもらえるっていうふうになりますんで、こちらぜひチェックしてください。それでは次にですね、三井住友カードから先日ね、V ポイントと T ポイント、統合の発表がありましたよね。これ後からね、出てきてしまって一緒に紹介できなかったんですけども、ANA のね、クレジットカードの Visa バスターのポイントっていうのも V ポイントですよね。で、V ポイントで あの、どうなるのかっていうところなんですけども、今のところね、変更はないんですよね。まあ、動画内でね、消化している通り、まあ、今後ね、あの、便利になるということで、まあ、変わりませんよ、変わりませんよって言われておきながらね、あの、t ポイントから、え、paypay のポイントの交換終了したりとかね、あの、隠れて発表されたりしてるんですけども、この ANA のね、クレジットカードのポイント、ANA マイレージ移行可能ポイントの利用方法ということで、ANA マイレージ移行ポイントは、従来、マイレージ以外の経費 品や他社ポイント等にも交換できましたが統合後 a n a マイレージ移行ポイントはマイレージ以外の交換したい場合まずは v ポイントの交換が必要になりますということで今まではですねこの a n a マイレージ移行ポイントっていうのもあの景品とかね他のものにね交換することができてまあ、間違えて交換とかもできてしまったんですよねまあこれが是正されるっていう感じになりまして今後はですね 一度ね、V ポイントに交換して、V ポイントとして使う。他社のポイント交換景品に交換みたいな感じで、一度段階ね、入るっていう風になるんですよね。まあ、こうすることによって、この ANA マイレージ移行ポイントを 交換しようと思ったらね、間違えてこっちとかにね、交換することができてしまってたわけなんですけども、まあこういった感じでね、できないようになったっていうところですかね。これね、本当にね、あの、分かりづらいですし、間違えて交換しちゃったっていう方もね、結構いらっしゃいますので、これはいいですね。 はい。まあ、こういった感じでね、あの、変更になりますので、この点覚えておいていただくのと、T ポイントと V ポイント統合一緒になって、あの、有効期限がね、実質無期限になるんですけども、それについてもね、記載がありまして、従来通り統合前に保有していたポイントの有効期限はそのまま受け継がれますということで、プラチナなら4年、ゴールドだと3年、クラシック銀年度パだと2年ということで、 あの、注意が必要になります。あの、V ポイント自体はですね、有効期限で、ね、統合されると、えー、っと、最後の利用不要交換から1年っていうふうになりますんで、定期的に溜まっていく方はね、この V ポイント統合された後はですね、有効期限ね、ないっていうふうになりますけども、ANA マイレージ移行ポイントは従来通りっていうふうになりますんでね。で、表示方法もね、変更になりまして、1万ポイント持っている場合は、 今まではですね、V ポイントが1万ポイント、そのうち2000ポイントが ANA マイレージ5ポイントですよっていう表記だったんですけども、今後は V ポイントが8000ポイント、ANA マイレージ5ポイントが2000ポイントということで、こちらね、分けて表示されるっていう風になりますんで、これはね、非常に分かりやすくてね、いいですよね。まあ、こういった感じでね、発表がございました。 では次ですね、とうとうね、成田バンコク、えー、10月の26日登場分まで販売を開始しましたということで、1月のね、9日に、えー、エアージャパン、新しいね、ANA のグループ会社になるわけなんですけども、こちら、えー、フルサービスキャリアでもなく、LCC でもない、中間のハイブリッド、 航空会社っていう風になるんですよね。このエアージャパンは。まあこちらがね、成田バンコク、S、スアンナプーム空港ですね。2月9日から就航開始するわけなんですけども、販売が開始しました。で、運航スケジュールはね、こんな感じになっておりまして、機材はボーイング787-8型機ですね。で、運賃ね、1万7000からということで、非常に安いですよね。まあこちらね、先ほども言ってると思うんですけども、LCC でもない、フルサービスキャリアでもない、ハイブリッドキャリアっていう風になりますんでね。 機会がある方はですね、ぜひね、チェックしてみてください。それでは次にね、ANA ですね。国内線の特典航空券一緒に参る割の予約販売のご案内ということで、2024年3月31日から2024年10月26日の登場分の発売がね、秒されました。で、予約日についてなんですけども、こちらね、ANA の場合は先行販売スケジュールということで、ダイヤ、 それ以外のプレミアムメンバーとスーパーフライヤーズで、ANA カード会員、マイレージクラブ会員ということで、日付とね、時間が一部ね、変更になっております。で、ダイヤがですね、1月の29日9時半で、それ以外のプレミアムメンバー、スーパーフライヤーズ会員の方は11時からで、ANA カード、マイレージクラブ、モバイル会員の方は1月30日1時からということで、私のねチャンネル見てる方ね、ここら辺の対象の方が多いと思うんですけども、1月の29日の9時半 半11時っていう風になりますんでこの期間のね、えー、国内線の航空券ね、抑えたいっていう方は、この日付になりますんでね、ぜひこちら、星座待機して、えー、予約ね、していただければなと。 思います。それでは次ですね、ANA の、えー、新春国際線タイムセールということで、1月10日から1月の16日,6日23時59分、登場期間は1月の21日から5月30日ということで、かなり長期間で、えー、タイムセールね、やっているっていう風になりまして、これね、ホノルル路線の エコノミークラス往復。こっちは7万8000円からということで、最安だとね、私が調べたときには、3月の頭とかでもね、往復ね、9万5000円とかで、えー、エコノミークラスにはなりますけどもね、往復サーチャージ込みで利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、結構いいのではないのかなと思います。それ以外にもですね、まあ、ホノルのプレイコであったり、ロスとかね、あとサンフランシスコ、ニューヨークとかもね、ありますので、 気になる方は是非ね、チェックしてください。期間がね、えー、5月の30日、ゴールデンウィークはね、弾かれてるわけですけれども、結構長く設定されておりますんでね、利用される予定のある方はですね、チェックしていただければなぁと思います。それでは次にですね、こちらね、ANA とイタリア国営航空と共同便ということで、こちらね、途中までしか見れないんですけども、えー、全日空とね、あの、ITAY ズ、ありますよね、旧アリタリア航空。えー、こちらね、提携するみたいですね。1月の下旬からね、コードシェアを始める ということでこのね、今、ITA Airways って、あの、売却されるんですよね。確か、ルフトハンザが購入をほぼ決めているみたいな、まあ、そんな感じみたいなんですけども、今ね、この ITA っていうのはね、スカイチームなんですけども、まあ、買収されたらね、まあ、スタイルランスになるのではないかということで、まあ、こんな感じでね、報道出ておりますので、もう1月の下旬からね、コードキーエア始めるみたいですんでね、イタリアね、直行便、ANA マイルで発見することができそうですんでね。 ちょっとね、ネインサーチャージがかかりそうですけども、選択肢が増えるのはね、非常にいいですよね。では次です。成田空港でキャンペーンということで、こちらね、成田空港,成田空港の成田エアポートオフィシャルの公、ね、式サイトのインスタグラムなんですけども、第一は成田空港国内線航空旅客数1億人達成キャンペーンということで、 こちらね、第1弾と、えー、第2弾かな、えー、設定されておりまして、第1弾の方はですね、ガチャが引けるということで、成田空港国内線利用のお客様は1978年5月20日、えー、開港以来着実にスイッチ、 1>, 1月10日に1億人を達成する見込みです。これを記念に感謝の気持ちを込めて、航空旅客数1億人達成記念、第1弾を実施します。第1、第3ターミナルに設定されている巨大ガチャを回していただき、当選者には豪華プレゼントをいたしますということで、ガチャとかいいですよね。で、1月19日から1月の21日、9時から4時ですね。19日のみ、 11時半、確実商品なくなり次第終了ということで、開催場所は第1ターミナル、国内線エリア、第3ターミナル、2階出発ロビーということで、応募資格は日本在住の方で成田空港から出発もしくは成田空港到着の当日航空券を持っている方、ご自身のインスタグラムアカウントをお持ちの方っていう感じですね。で、こちらは、 国内航空券のみ対象っていう風になりますんで、国際線はダメみたいですね。で、参加方法は成田空港から出発もしくは到着の当日の国内規定航空券をスタッフに提示。指定のハッシュタグすべてと、成田空港の写真をご自身のインスタグラム、アカウントからフィード投稿、ストーリーズ、リールの投稿は対象外で、 巨大会社一回回せますということで、ハッシュタグはね、こういった形になっておりまして、商品ですよね。商品が成田空港オリジナル国内旅行パッケージ、ペア国内宿泊航空券、もしくは航空会社ポイント、航空会社旅行券、 成田空港国内線就航航空会社エアライン、グ成田空港見学ツアーペアということで、それ以外プラス成田ファクトリーセットっていうのももらえるみたいですね。まあこちらね、一人一回しか利用することができないみたいなんですけども、まあこういった感じのね、キャンペーンが、こちらはガチャで、第2弾はですね、こちらはハッシュタグを共に投稿すると、豪華商品プレゼントということで、こっちは投稿みたいですね。まあこういった感じでね、あのキャンペーン開催されるっていう風になりますね。 で、成田空港の国内線ですね。1月19日から21日。で、こちらは1月の22日から3月31日ということで、こちらかなり長時間やってますんでね。ぜひ、国内線利用する方は覚えておきましょう。それでは次にですね、こちらね、結構前のね、あの、プライオリティパスで利用することができるボテ重なんですけども、こちらね、5月9日からね、あの、アプリがね、登場していて、 今ね、あの、登録すると、こちら500円じゃなくてね、300円のオフクーポンがもらえるんですよね。で、またね、紹介コードを入れていただくと、300スコアがね、もらえるということで、紹介コードを入れていただいて、ダウンロードしていただいてですね、300スコア。まあ、このスコアっていうのはね、あの、一通は1円で使えるんですけども、それとね、300円オフクーポンがね、もらえるキャンペーンやっておりますので、ぜひね、こちらね、プライティパスで提示してもね、来店、 ポイントみたいなのが溜まっていて、ステータスが上がるとね、あの、私たちが大好きなステータスがね、上がっていくと、えー、こういったね、特典が受けられて、あの、誕生日とかにもね、あの、オフクーポンもらえるっていう風になりますんで、えー、ダイヤモンドンとかになるとね、誕生日には2000クーポンをも,もらえて、お連れのお客様ね、4人までね、ドリンク無料とかね、もらえたりいたしますので、まあ、プライティパスでね、あの、利用したとしても、こちらね、来店ポイント等々溜まっていくっていうふうになりますんで、これはね、入れておきましょう。でですね、またね、TikTok ライト のキャンペーンが復活しております。今朝ね、あの、ポイント獲得できた方で、ね、いらっしゃいまして、未だにね、10日間ね、チェックインしていただければ、毎日クリックするだけで4000もらえるっていう風になりますんで、TikTok ライトのキャンペーンね、参戦されてない方、ぜひね、参戦しましょう。マジね、10日間クリックするだけで4000もらえるって本当にお得ですんでね、あの、ぜひ、あの、見逃すことないようにね、していただければなぁと思います。もらえるポイントは ANA マイル、ジャルマイルね、 あの、交換することできるっていうふうになりますんで、まあ、4000分ね、そのままポンタポイントとかでね、もらって現金化してもいいと思いますんで、ぜひね、こちらは利用してください。はい、ということで、え、今回ね、紹介したものに関しては基本的にね、すべて公式サイトあるもの概要欄に載せておきますんで、気になる方はぜひね、チェックしてください。いやね、IHE のね、 ポイント白15%オフでね、利用することができるということで、ま、今回ね、私、あの、ニューヨークにね、行くんですけども、今ね、1月でね、あの、安い時期ではあるんですけども、やはりね、ニューヨークね、高いんでね、 ポイント博でね、IHE ね、抑えられたんですよ、一択非常にありがたいですね。まあ私ね、もうあの、i h、e、のステータス落ちますんで、あの、平会員ね。もうね、ポイント使い切りたいなって思ってたところに、このキャンペーン来てね、非常にありがたいっていう風になりますんで、i h、e、のポイントね、持っている方は、できるだけ早くね、チェックしていただければなと思います。国内もね、もちろん安くなっているっていう風になりますし、海外もね、安くなっているっていう風になりますんでね、めちゃくちゃいいですよね。 はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、プライティパスの付帯クレジットカードの診断、PP 診断とマイル診断、ポイントサイト診断始めましたんで、こちらね、無料で利用することできますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。